こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、ツイッター宛てに来たリクエストにお答えしてみようのコーナーでございます。今日はツイッター宛てにこんなリクエストが来ております。おかきさんから、もしよかったら31日から始まる月見チーズバーガーとエッグチーズバーガーの違いを教えてください、というわけで買ってまいりました。ででーん、ででーん、ででーん、満月チーズ月見。ツイッターの方には月見チーズバーガーって書かれてたんですけど、あの新メニューの方が多分こちらの満月チーズ月見なので、今日はこっちを買ってきました。でそれとこちらですね、江口も同時に買ってまいりまして、月見チーズバーガーは卵とチーズのハンバーガー、江口も卵とチーズのハンバーガーということで、あれって確かに思いますよね。どんな違いがあるのかちょっとチェックしていきましょう。江口の方から見ていきましょうか。まあ、これはね、動画で一回食べたこともありますし、有名なハンバーガーなのですが、中身をちょっと見ていきますと、まず裏側にピクルス的なものとケチャップと玉ねぎが合わさったソース、そんでこれがプルプル卵で、んー、チーズが挟まってってる感じでございますね。満月チーズ月見の方はどんな感じなのかと言いますと、パカ、まずバンズの感じはもう違いますね。もう見るからにふんわりした感じでございまして、こっちのように包みの中でふやけてるバンズではございませんね。でちょっと開けていきますと、はい、こちらはもうプルプル卵ということで、でチーズとパッティがあるので、バンズ以外は意外と、一緒。あ、待って、裏側は何、裏側、裏がベーコン、ベーコンとこれはオーロラソースですかね。あ、だからここのピクルス、ケチャップ、玉ねぎの部分がベーコンとオーロラソースに変わっているという違いがございました。ではまずは200円の江口の方から食べていきましょう。まあ、僕ね、そもそもこれ大好きなんです。いただきまーす。うん、これだね。もうこれ、このプルプル卵と、はっきり言って、ケチャップと玉ねぎのソースの合い方って尋常じゃないんですよね。僕、子供の頃に大好きだったドムドムバーガーのハンバーガーの、あの美味しさをなんか再現してるような感じもして、これ本当にね、童心に帰れる美味しさなんですよ。これ止まんないね。基本的な味付けはマクドナルドさんの一番まあ安いハンバーガーをちょっとグレードアップさせたっていう状態なのでございますが、卵がプルプルになってるだけでも相当食べ応えが上がってるなっていう、この美味しさですよね。ではちょっと食べきってしまいそうなので一旦これ置いときまして、満月チーズ月見食べていきましょうか。これなんかあるあるなのかな。マクドナルドさんの新メニューを買うと大抵誰かがそのだるま落とししたのかなっていう状態になってるんですけれども、じゃあちょっとこのはみ出てる部分を重点的にいただきます。うん、こっちもこっちでね、美味しい。これはさっきと比べて圧倒的に違うのは、やっぱりもう見て分かる通りベーコンの存在なんですけれども、このベーコンの味をちゃんと味合わせるために、さっきのはケチャップメインで味付けしてて、飛び込んでくる味もケチャップの味だったんですけれども、こっちはオーロラソースにすることによってちょっと味のパンチは抑えてるんですね。だからベーコンの風味をよく感じられるような工夫がなされてるのかなっていう感じがしまして、そのちょっと優しくした味とこのふんわりしたバンズの相性も良くて、多分このバンズ自体も、うん、癒される味なんですね。江口に比べるとだいぶ味わいがマイルドになってるなっていう印象が浮きます。ちょっとこっちももう一回戻って食べてみましょうか。美味しい。だからはっきり言っちゃうと、こっちの満月チーズ月見の方は390円なんですけれども、本当にお腹が空いた時に食べて速攻でうめえっていう刺激を与えてくれるのはさっきの江口かもしれませんが、長い目で見たら一個丸々食べきった時に、はあ、美味しかったなって思えんのはこっちかもしれません。付き合うなら江口、結婚するなら満月チーズ月見っていう言い方でいかがでしょうか。あと、いつもこの部屋のこのテーブルで食べているときは、だいたいカメラをこっちに置いて、こういう角度でこうやって食べているわけでございますが、そうすると、ハイジーさんの横顔、三日月みたいですね。三日月が満月食べてどうするんですかっていうコメントが来ると思って、今日はあえてこっちにしてみました。